あ、モモキューさん、こんばんは。日本のゲームなんですよ。なんか先日やっていたなんだっけあれ。パペットコンボのゲームなんだっけあれ。あ、なんまさかね。なんまさか、みたいなゲームですっつって、なんか教えてもらいましたよ。で、スチームページあったんでちょっと見てみたら、確かになんか、それっぽい雰囲気はありましたね。なんでちょっと面白そうなんで、やってみようかなっていう軽い気持ちなんですけど。とりあえずスタートしてみっか。あ、オプションがねえぞこれ。あ？ちょっと待って。あ、びっくりした。フリーズしたかと思った。え、なにこれ。ま、これは罰よ。少し探検するだけだから絶対楽しい。彼に近づくから逃げようとしても無駄。ほうほう、無駄無駄とか言ってる無駄無駄とか言ってるんですけど、なんかちょっとあれっすね、ザ・ワールド的な感じの。春菜、あ、急いでくれるとか言われた。早く行ってもらわないと帰れない。なんか辛辣なんですけど、ひどいな。春菜に話して。これ絶対ネタだよな、俺。わざとやってんな、俺。あ、自転車のぶっ倒れてんじゃん。これ立ち入り禁止、危険って書いてあるんだけど。危険って書いてあるから、これ立ち入り禁止区域だな。なんか、グラフィックがあれっすね。パペットコンボゲー以上に、パペットコンボゲー以上にポリゴンがかってますね。これなんだこれ。いいこれ。なんだこの黒い、黒ずみ。これ見えますこれ。これ真ん中のこれはなんだこれ。おい、最初ジャングルジムかと思ったこれ。ジャングルジムかと思ったら全然違ったわ。なんかの、あれだな、柵だなこれ。あ、これドアあんじゃん。あ、入れた。なんまさかに似てるらしいんですけど、えらい暗いんですけど。この暗い感じも、あれか？なんまさかに似てんのか？似てるつか、どっちが先なんだ？どっちが先かはわかんないっす。おー、開いた。え、暗すぎだろ？まあ、多分配信だと見えてんだろうな。配信の、なんだこれ。録音 1？ 噂のハンサムな転校生。中島って、あの中島っすか？おい、磯野の、あの中島っすか？おい、磯野で有名な、あの N さんですか？来てから1週間しか経っていないけど、お前の名前をよく耳にするよ。どうしたんだい？あち。まあ、そんなに話す方でもないか。また小林の奴らが、お前に何かして、なんか小林とか、アツシとかもなんか、あ、ちょっと待って、動いたらダメだ。全然。目立ちたがりや、お前がみんなの注目の的であることが気に入らない。いじめの対象になりやすい。めんどくさい奴らと思っていたが、小林は校長の息子。ドラ息子ってやつ。一つだけ案がある。最近買ってきたこのテープレコーダーでいじめの証拠を残せば校長も黙っているわけにはいかないだろう。はあ。あ？え？赤い髪？これ。ああ。手に持つ。あ、手に持つ。手に持つっつうかこれ、マウスホイールでいいよな。そうだよな。まさかと思うけど、これ。あれか？なんまさかと一緒で。アイテム3つしか持てないパターン。古い鍵。これなんだ？青い紙、赤い紙、青い紙。落書き？ちょっとよくわかんねえな。いや、ここが本当に見えない、これ。深淵が広がってるよ、これ。これあれか、下駄箱か。
このゲームスタミナあるんですか？嘘。あ、ほんとだ。マジか。なんだよー。怖い。あ、言うてない。なんだ、外だけか。くそー。プロローグだけ。プロローグだけあれか。プロローグだけ、スタミナなかったのか。畜生。回れ右か。もう廃校なんだよな、これ。廃校だからそこら中に蜘蛛の巣が。いや、すごいですね。やっぱ金曜の夜はよく皆さん来てくれる。お、来た！来たぞ、ライター。来ました。これが勝利の鍵ってやつだな。これが勝利の鍵だーっつってね。入る？え？うおー。これ多分、ライター持ってたらバレるよな、これ。明るさ的に。なるほどね。隠れるっつのがある。いいね。なんまさか隠れ場所なかったからね。ダクトの中にも入ってきたから、あいつ。本作でももしかして入ってくんのかな？ね？なんだかの闇力がドアを押さえている。裏で悪霊が押さえてるみたいな。なんだかの力がかかってるみたいな。サイレントヒル的な。学校であった怖い話的な。そんな感じですか。おー。すげえ。田舎の学校だ。え、ちょっと待って。ライターつけても暗いな、これ。奥が、あんま見えない。なんか入ってる。いや、入ってないな。置き弁しない、置き弁。てかさ、廃校なのになんで机こんな置いてあんの？廃校って言ったらもうなんか机とかも処分してるイメージあるけど、廃墟だとそんなことねえのか。まあ、そんなことは。でね、ここにバールがあるんですよ。このエクスカリバール。このライターに引けを取らない勝利の鍵。エクスカリバールっすよ。ちょっと待てよ。俺もう持てねえぞ。どうすっかな？ちょっと待て。なんか置くか。この鍵使う？まあいいや。バール。うわっ！勝手に閉まった。自動扉かな？これ。自動扉ですか？はあ。1階、2階。電気ボックス。これあれか。もうパペットコンボお得意のフューズってやつか。フューズがやっぱ出てくるね。フューズがね、やっぱね。フューズが鍵を握ってんだよ、これ。ムカデが出てきそう。ムカデが出てきたら怖えな。昔あったあの、エイリアン、え、本当にいる！え？ちょっと待って、え、ってか、食らったんだけど。え、なにこいつ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 。なにこいつ。威嚇してくんだけど。やめてくんないっすか、ちょっと。え、でっか！でっけ気持ち悪い。なにこいつ。ライターで燃やせ、ライターで。嘘だろ。え、なにこいつ。邪魔くさ。邪魔くさ。なんだこいつ。ふざけてんな。宙に浮いてるし、ちょっと。ちょっと宙に浮いてるっていうね。なんだ。え？あ！びっくりした。え？なんか、声みたいなのしないですか？バイオセブンに虫とか出てきたな。バイオセブン、つうか、バイオゼロにいましたよね、こういうやつ。これ、ムカデの、でっけえムカデの敵。なんつったっけ、あれ。スコーピオンじゃなくてなんだっけ。なんつったっけな、センチュリオンつったっけな、なんか。バイオゼロにセンチュリオンみたいな、名前の敵がいた気がするんですけど。もうね、どこに、もうね、全然道を覚えられないですね。おう。ケーブル。
ああ。開け。ここはあれか？あ。何の音？しかし何の音ですか？なんか向こう行くと、画面赤くなるんだけど、何これ？見えます？これ。何これ？なんか画面赤いんだけど、何これ？何これ？おお。おう。サイン入りトイレ。サイン入りトイレってどういうことだ？ あ、バケツがある。これ以上持てない。何サイン入りトイレって。どういうことだ？どういうこっちゃやで。うわ、やばい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 、なんか来た、なんか、なんだこれ、ちょっと、ちょっと、待って、これ今こっちから来たのか？いや、道がわかんない。だからあいつが、あれ？おー、フューズが入った。今のやつがあれか。なんまさかでいうところのシスター。え？なにこれ？え？全部下げれねえの？これ。不便。闇の魔力。いや、もう闇のゲームが始まった。やばい。心臓に悪いぞ、これ。え？井戸があるんだけど。は？こんにちは。人間と話すの久しぶり。赤い髪を取った。気の毒。コインを投げなくちゃ。え、嘘。コインをくれたら話そう。何をだ？ 何を話すんですかっていう。あれっすね。あ、ここか。ちょっとさまよいますね。ちょっとさまようんで。ここにあれがあるのか。ああ、ダメだ。全然覚えられねえ。うわあ！ どこ？やばい、やばい、やばい。なんだ？なんだこれ？おい、どこにいんだよ、これ。ああ、よっしゃ、来た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 。やばい、やばい、やばい、やばい。うわ、なんだこいつ。やばい。やばい、スタミナがない。やばい。あ、ロックされてる。なんでだよ。なんで。あ、ダメだ。来た、来た、来た。何なんだよ、こいつ。何あの、オカメ納豆のオカメみたいなやつ。もうどこ走ってるか、ここさっき来た。なにこいつ、なんだこいつ、ホールドじゃねえのかよ。くっそ、どこだよこれ。やばい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 、ここ。ああ、だめだ。
ダメだ。ちょ。あ、ここ。あれ？ここわかんない。ダメ。ちょっと助けてー、ここだ、ここ、助けてくれ。すいません、疲れた。ちょっとね、マップ覚えるとこから始めないとダメだな。あそこぐるぐる回ってたね。あ、違うわ。フューズだ、フューズ。フューズ入れたのどこだっけ？ 2 階だっけ？もうすでに今自分がどこにいるか分かってないからね。あ、これ2階だ。これ最初のとこだ、これ。もう疲れた。なんか今いなかった？気のせい？うっそえ、こっちも行き止まりじゃん。やべえ、またこっち来ちゃった。よっしゃ、相手だ、ラッキー。なんかジオンのあいつみたいな声しね。あの雲なんだろうな、すげえ邪魔くせんだけど。うわー、やべ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 、まずいぞ。うわ、出た。あのオカメなんだよ。うわ、ここでしょ。危ねえ。うわ、なんなのこいつ。だからこいつ何、ちょっと待ってみようか。なんすか、何が起こる。金縛りでも起こるのかな、これずっと見てたら。ちょっと覗きやめてくれません。こいつ何、本当に。え、うお、しまったしまった。これこれやつの一味か、これ。うわー、来た。うわっ、おい、トイレ入ってこれないっていう、そんなことある。ほら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 、赤いな。うわこいつ動き早えな。うわ、虫がいる。逃げろー。あー邪魔くさ。うわ、
やべ。あー、邪魔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 。あー、違う、こっちじゃない。あぶ、あはははあ、ここだ、フューズの部屋。あー、階段降りてすぐのとこなんだな。あんな、あ、いや、あれは栄養ドリンクか。これなんだ？あー、どっちか一個しか止められねえのか。不便やねー。どこ向かってんだ、これ。あー、ここ、やだ。やだ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 。やだ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 。やだ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 。それはやだ。え？これ何？押し出しされる、まさかの。あ、よかった。押し出しされない。そうそう、こいつが行った方向にいた、俺が行こうとした方向にこいつがいたんだよな。だから道変えて行ったら見事に外れ、え、いっ、くっそ、マジか。くそ、こいつのケツの匂いにやられた。悪臭にやられました。あ、これ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 、これよ、これ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 、これがね、どこに向かってんだ、これ。え？おりっきゃねえべ。何？何こいつ！不完全な解剖学モデル。落書き？7つパーツを持ってこい。って書いてある？そんなこと、何これ？なんだよこれ。種子のパック？つった？わっ！あんじゃん、胸部。胸部ゲッチュ。待てよ、あんま走るな。おお、やばい、これ。これパーツ7個持ってきたらあれだ。タイラントが完成する。うわ、出た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 。あいつ来るぞ。あいつ多分呼び寄せてる。呼び寄せてるぞ、あいつ。多分目の前通るぞ、そのうち。ほらほら、画面が。うわ、うわ、いるいるいる、荒ぶってる荒ぶってる。びっくりー。なにこれ、は？涙？お腹が空いた？お腹が空いたしか言わねえぞ。お腹が空いたからなんだよ。あ？またなんか、なんかよくわかんない。右腕手に入れたし。え？ちょー、やめろてめえ、マジで。ほんとによ。勘弁し、勘弁し。来た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 、今見ました？今見ましたか？やつがいましたよ。いいんですか、あんなやついて。ログイン、え、本日のメニュー、お、自販機、自販機、カップヌードル。あ、いる、さまよってるあいつ。あー、来ましたー。
ちょっと待って、ここをよく探索してないわ。ああ、切りつけられました。何これ、赤本じゃん。奇妙な本。は？何何何何？あ、引き出しがある。何？え？ちょっと待って、なんかお札手に入れた。お札手に入れました。なんだろう、お札。ライブラリー、あ、赤本またあるんだけど。何これ、なんだこれ。ちょっと待って、入り口貼っとかねえと。え、なんか音がするんだけど。いたー。入り口どれだ、入り口がどれかわかんねえ。あ、引っかかった、引っかあー、なんでこいついいんだよ。うえ、怖っ。気づいたらあいついたな、怖っ。いる！あ、ここか。開いて！開いてくれ！ダメ！ダメだ！うわ、危ねえ。うー、怖い。どこだっけ？あ、これ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 。うお！うわ、危ねえ。いない、なんだこれ。捧げ物をする？何かを置けそうだ。精進者。100円来た。100円まだ使うの？何に使うんだ。あ、脳みそ。イエーイ。やばい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 。やばい、死ぬぞ死ぬぞ。ああ、危ねえ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 。や、来た来た来た、いた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 。目の前来たよ。目の前通ったよ。目の前通りましたけど。通り過ぎてった。ああ、閉められた。何の音だよ。あっ
脇目も振らず校内に侵入するっていうね。そう、そして暗いんだよなこれ。深淵が広がってんだよな。初手深淵。よし。あ、そうそうそう、新アイコンあれっすよ、エルゾンビっすよ、エルゾンビ。で、そう、まずこのトイレでこの2つを取る。こいつはいいや、録音なんて知らねえ。そんなもん、そんなものはない。よし。てか俺なんか昨日の配信かな、昨日の配信かなんかであれだ、今日配信しませんみたいなこと言ったけど、すまんな、あれは嘘だ。あれは嘘です。むしろ、あ、そうだ、なんかできるとしたら日曜日っすねみたいなこと言ったけど、逆に日曜の方が無理だわ。ってことに後から気づきました。あ、ちょっと待って、そう、まだね、まだ奴は出現していない。今日もサクサクやりますよ、もう。もう昨日予習済みなんで、こんなとこ。もうね、同じ過ちはしない。これですよ。同じ過ちをしてはいけないんですよ。やっぱ学んでいかないと。やっぱ学んでね、やり方とかをどんどん変えていかないとね。ずーっと同じ過ちを繰り返して成長しないんですよ、人間って。なので、もう私、あの、昨日の配信、てか昨日も一回これプレイしてるんで、もう今日はサクサクですね。なので今日は積むことないですから。で、まずここに落ちると、どこだこれ、あれ、あ、これこれこれ、あ、持てない、クソー、あ、これ置いてくるの忘れた。とりあえず置いてくるか、これ。ダクトの中に。で、こう行く。で、どこだっけ。これ。あ、違う、こっちか。開いてたわ。で、このオレンジ色の紙ももう持っていく。もう持ち込み。もうあれですね、慶応法学部ですから、これ。六方持ち込みかみたいな。そんなノリで行くんで。いかんね。で、ここにどんどんお札を並べていきます。あ、なんか音がするぞ。あ、来た、こいつ。センチュリオン。バイオゼロの序盤のボスですね。最近になって何ですか？ミートボールマシンですか？違うわ。スロータードボミットドール。ああ、なんかありましたね、そんな映画。いや、怖くないっすね、これ。怖くない、怖くない。大丈夫、大丈夫。あ、で、でよ。暗すぎて何装備してるかわかんねえ。うわ、画面が赤くなりました。画面が赤くなったということは、奴が近くにいる。うう、来た。危ねえ。威嚇してきますから、こいつ。で、まずここで、フューズを取る。で、そう、やつ以外にも、あ、オカメ納豆のオカメが徘徊してるんですよ。で、ここ閉める。閉めて、フューズを入れる。お、なんか赤くなったぞ。やつがいるね。どっから行こっか。赤いんだよな、画面が。とりあえず下ろしとけ。そう、オカメ納豆のオカメに見つかると、あの、マント野郎に、あれっすね、マント野郎にちょっと報告が行って、そう、ここにいるぞーみたいな感じで、そう、居場所がバレるんですよ。いるぞ、奴が。どうだっけ、やべやべ、ここじゃねえ。
イレトイレトイレどこだ、トイレ、あ、ちょっと待って、一旦ここ行こうぜ、一旦ここ、あぶねえあぶねえ、ちょっと待って、一旦ここ入ろう、こいつを取ろう、で、暗っ、いるな、で、このプールゲートロックにこいつをぶっかけるとなぜかここが開く。ちょっとメカニズムはよくわかりません。でもなんか、だるいな。あいつなんでいいんだ。邪魔くさいんですけど。うわっ、虫けらがいました。で、ここになんか、種子のパックとかいう、種子のパックとかいう謎の用途不明の物体があるんで、ちょっとそいつを回収。画面？あ、画面ね、暗いっすよ。私も。びっくりした。びっくりした。あ、ここじゃねえ。どこだっけ？うわ、危ねえ危ねえ、あ、間違えた、あー、やべそうそう、ここよ、ここの探索が不十分だな、あ、やべ、スタミナ切れた、やばい、ジョウロ、で、ここで水を回収、ここなんかある、なんもねえな、ここはなんもない、100円、で、あと何かあったっけ、あー、札があんだ、もう一回来ないとあれだ、ここで、邪魔ー、通話のど真ん中、あっ、食らった、まあ一回ぐらいいいだろう、やつのね、目立つところも、うう、図書館どこだ、図書館、途中でドアがあったはず、あ、いる、こいつこいつ、こいつ邪魔なんだけど、どこだ？ここだ。やば。あ！なんでこんなにいる？いる。作戦がひょっこり話してきた。なんすか、なんですかそれ。あ、
そう、赤マントの声多分あれっすよね。呪怨に出てくる、K さんと声一緒っすよね。多分ね、一緒ですよ。いつもより頭の回転早い。いつも頭回転しないっすね。ちょっとガードが硬すぎる。いやーでも、あ、いいや。どうせ2回まだ取ってねえもん結構あるんだよな。その取ってねえものをちょっと取りに行こう。うわ。邪魔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 邪
こんにちは。チェースって感じだね。もう夕飯の時間じゃないよ。どれだっけ。これだ。え？あ、そう、100円ゲッチュ。こいつもういらない。あ、やべ！図書館行ったのに俺バカだ。大事なものを手に入れるの忘れてた。あー、くそ。お札があるのに。完全に忘れてた。うわ、来た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 。危ねえ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 。危ねえ。たまにはこっち行ってみるか。左から。左攻め。びっくりした。ええー。ああ。これこれ。よし。ドアを開ければ奴がいる。あー、やべ。めっちゃ切られてる。あー、雲邪魔くさ。すげえ邪魔だった今。すげえ邪魔くさかったな今。あー、また切りつけられちゃったよ。傷がどんどん増えていく。リストカットしてるんですかってぐらい。腕に傷が。おお、だいぶ、だいぶでもねえな。まだ4枚か。まだまだだな。なんか音するんだけど。よし。お札入手。陰陽師だからこれ。このゲーム、陰陽師っすよ。知ってました？どうまん、せいまん。じゃあ、こいつを貼る。そうすると、封印が解ける。そして、ここに100円があった気がする。ない！あった！よし。え？ちょっと待って。金が足りねえ。え？参ったな。あ、あ、俺と、あ、そう、え、俺トイレのやつ取ってないっけ。あ、取ってないかもしんないっすね、確かに。確かに。え、トイレ、植物、お札んとこ。え、それ以外なんかあったっけ。ちょっと待って、もう一回よく考えよう。トイレのやつ、植物のやつ、これポーズってこれ止まってんのかね。まあいいや、そんなことは。あ、止まるわ。オカメナットが、オカメナットが画面に映ってる。あ、大丈夫だ。とりあえずこのポーズボタン、ポーズ画面の時は、ゲームが動いてない。なんまさかとは違う。
トイレと、プールと、植物、と、あとお札のところだよね。取ってないとしたら、お札のところだな。お札のところじゃねえ。トイレのところだな。で、トイレは2階、隣の、あれだ。アイテムを取れる。ちょっと取ってくるか。あいつちょうど行ったからな。わあ、さすが。やっぱトイレじゃねえや。プール行こう。ちょっと釣りしてこよう。あっ、見ました。今ありえないことが起こりましたよ。今見ました。なんか見えた気がするんですけど。まあいいや。何も見なかった。何も遭遇しなかった。で、ここで釣り吉三平して、こいつ捨てて、ゲッチュで、戻るときに、どうせ奴がいる。どうだ、こっちか。なんかいるな。なんかいるけど。お、右行ってくれた。よし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 。よし。いいぞ。よし、ここにお札ロードができてるんで。ここに置くと。おー、すごい。インディオ、黄色、オレンジ、紫、赤。よし。だんだんと主役が揃ってきてるな。いるんだよね。いるんですよ、こうやって。ほら。やつここ通りますよ。やつが、オカメ納豆が、左にスルーしてったら出ようか。うわーつって。目の前通るはず。あ、アキアキさんこんばんは。お、ほら、くるくるくる。ほら、来た、ほら、来た、ほら、来た。ほら、来た、来た。ほら、行った、行った、行った。よしよしよし。ライターつけて出る。大丈夫、まだヘルシーだ。あ？何これ？回復？メルク！よし。この二度手間が怖いね。OK！ ほっぺパン入手しました。ラララコッペパンっすよ。よし。で、ちょっと待って。ちょっと頭を整理しようか。こいつとこいつを持っていく。ジョイフルランチ。ちょっとジョイフルランチしていきます。え、ジョイフルランチどこ持ってけいいんだ？待って、この辺のマップ俺、いまいちよくわかってねえわ。とりあえず一周してみっか。よくわかんねえんだよ。来たー！来ましたー。引っかかった！邪魔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 。危ねえ。ああ。くそー。オカメの野郎。ここじゃね？ここだ！来た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 。わかった。ほら。え？はい。開けて。開けて。終わった。いいから。開けて。よし。ありがとう。よし。なにこれ、屋根の開口。うわ！誰か自殺してんぞ。え？なんもないじゃん。なんも。ここ？あ！はい、来たー。これ何？こんなん聞いてる場合か。選べ。赤い髪、青い髪。選べ。選べってなんだよ。よくわかんねえな。いいや。
しゃれ、こんなことは知ってる場合じゃねえんだ。奴が攻めてきたら終わる。あ、よし、いよいよ終わります。このゲームが終わっちゃう。邪魔だ、邪魔だ、顔畜生が。ホラーゲーやってて、いやいや怖くないっすねこれ。なんで怖くないっていうとですね、この後死刑執行ができるんで、死刑執行ができるんで怖いわけがないっすね。どこだっけ、ここだ。よし、着々と揃ってきた。インディゴ、黄色、緑、オレンジ、紫、赤。なんか画面赤いんだけど。いや、いよいよね、もう今佳境に入ってますね。佳境に入ってんだけど、やっぱ最後の最後まで安心できないっていうのがありますね。こうよ。あれ、俺100円拾ったっけ？あ、拾ってるわ。よし。あれ？ちげえ、俺バカだ。どこやってんだよ、俺。ちょっとボケてましたね。なんか落とすんだよな。この音がまた怖い。これだ。まあまあ、まあまあ、まあやつの最後の見せ場っすね今のは。こんにちは、井戸さん、こんばんは。はいはい、そうだな。はい、おお、どうも。はい、来ました。よし、ちょ、死刑執行放送がこの後開始します。お待ちかね。よし、あいつまだいる。よし、来たぞ。ちょ、順番にね。お、虫くん、君とももうこれでお別れだ。申し訳ないけど寂しいね。そう、もう最後だからね、最後だからね、もっと彼に見せ場を見せてあげない、見せ場をね作ってあげないとかわいそうだからね。これやって、見る分にはいいけどやるの怖いっすか。全然そんなことないっすよ。なんか来たし。すごいね、すごいね、ずっといるね。おお、左に出てった。ああ、もうこれ入れたらもう終わっちゃうな。残念だけど、かわいそうだけど。よし、来な。ちょっと、閉めとこう。ほら、来ましたよ、これ。なんだ、これ。なんて読むんだ、これ。なんて読むんですか、これ。これ。なんて読むんだ、これ。草薙かな。草薙の剣かな。よし。さあ。
どっから来るかな。どういった？はい、死刑執行完了です。おお、ちょっともっと見してみな、その苦しそうにもがいてる顔。おお、はい、死刑執行完了です。そうっすよね、草薙っすよね多分。お、すごっ、ぴったり1時間あ、正直、あ、まだあるわ。女の子はやってのけた。そっか、主人公女の子だったわ、そういや。女の子はしばらく立ち止まり、前の血だまりに横たわる怪人をじっと見つめた。でんで、彼女は目を閉じ、ただの夢であることを願った。マジで、夢であることを願っちゃった。マジか、あいつに死刑執行できたっていうのは、夢では終わりたくねえな。はあ、自身の手で、あいつ男だったのそもそも男だったのかすらちょっと謎なんですけど、実際何が起こったのか確認しなければならない。放棄された校舎に戻る。え、戻ったの？バカチンだな。なんで戻った？覚えていた通りだった。遺体とその痕跡はどこを見ても見つからなかった。即家の即がひらがなっすね。ベッドに横たわり、すべて忘れた方がいい。で？なんだこの字このポリゴンの背景写真なんだこれ。おう。都市伝説か。都市伝説赤マント、怪人赤マント、あれ怪人赤マントでしたっけ、ヌーベイに出てきたやつ。青くなるまで首を絞める。はあ、という終わり方っすか。なんか何まさかより簡単でしたね。正直何まさかより簡単だし、何まさかより怖くないっすね。だからぜひぜひやってみるといいっすね。これ何？赤マントキルエンディング。あのやつとエンカウントした時のびっくり度合いは、あれですね、何まさかの方が断然強かったっすね。ってことで、赤マント終わりっす。終わりました。もうまだ1時間か。ちょっと時間あるんで、もう一個やるか。もう一個やります。唐突ですけど。